おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていこうと思います。先日ですね、うちのチャンネルには、まあメインコンテンツというか、まあちょっとキャラがいまして、うちのチャンネルにはアンラって子がいるんですよ。はい。で、アンラの小説がですね、まあ自分で書くことになったんですけど、一時創作ってやつですよね、オリジナルので。アンラの小説が第2部ついにね、書き終えましたそしてアップしましたね、ピクシブにまさかできるとはね。第1部もね、正直まさか書くと思わなかったんだよ。第2部ね、書くと思わなかったよね。うん。で、ピクシブにアップするとですね、重そもの読む推奨時間が表示されるんです。文字数に応じて。第1部が4時間だったんですよ、重そもピクシブのね、大体の読み上げ時間が。で、第2部はね、8時間21分だったね本日使っていくモンスターはこちら。ボストロール、トロールキング、大きづち、すべて全員が一回しんどい時期を狙う。そう、私は考えました。耐性、回避率、そんなもん関係ない。回収時期に粉砕します。もう僕の考えてること、もう皆さんの考えてること、今一致してると思うんですよ。普段モンバトではね、それぞれのね、皆さんの個人個人の考えがあると思うんですけど、今回一致したと思います。そうです。会心の時期をひたすら振ります。ひたすら痛恨の時期を狙えばいいんですよ。このゲームには回避率だの、耐性だのね、いろんなマスクデータあるじゃないですか。そんなもん考えるのめんどくさいじゃないですか。なので、今までのさ、300近くの動画の内容をすべて否定することになるんですけど、それを言うと。そんなものね、めんどくさいんで、会心の時期すべて封鎖すればいいんですよ。そんな、そう、このゲームはね、会心が出ると、回避できなくなるんですよね。回心判定の時は、回避は発生しない。つまり今テンションが上がりました。わかりますよね。ここで通報の時期が出たら、もう2パンです。ここで回心の時期当てて2パンで終わりですよ。もうこのゲームね、簡単ですよ。このゲーム簡単です、非常に。ダメージレースにも圧倒的に有利になります。そんなの考えなくていいんですよ。当たれば大ダメージです。通行の時期、せーの、はい、よいしょもう行くぞ、行くぜ、もう一丁、せーの、いやん見ましたか、さっきのダメージを。1000超えですよ。もう1000超え。こんな簡単にモンスターマスターは1000超えできるんです。そう。どんなチームでも3発ぐらい当てれば勝ちです。ここまで分かりやすいチーム他にあったでしょうか。トロールキングが受けました。ここまでさ、コンセプトが分かりやすいチームある？そう、一撃の方ですよ、完全にもう。一発や相性で上がった力を振るっていきます。さあ、通行の一撃をいきます。せーの、で、よいしょー通パンしちまったよ、こいつら。マヌーサだろうとなんだろうとね、会心の一撃を粉砕してもいいんですよ。そう、貯めるから会心の一撃の威力は半端ないものがあります。なので、もうやることは分かんないですよ。貯めるっつって通行の一撃、通行の一撃ですよ。もう何言ってるか分かんないと思うんですけど、視聴者さんと今僕の考えは一致してます。そうです。溜めるを振った後、通行の一撃を振れば、相手は2発で死にます。相手は2発で死にます。はい。ダメージレースとかもそんなの考えなくていいんですよ。もう簡単ですよね。もう非常に簡単な理論です。わかりやすいっすよね。まあでも、こういうチーム絶対あったと思う。Wi-Fi 対戦の時に。おっと勇み足痛恨の一撃を狙います。せーの、イヤン！トロールキングの打率どないなってんの、ちょっと。痛えなぁ。大きい打ち以外は、打撃に弱い。てかもう、強い属性ないみたいなもんなんで、HP だけなんですよ、このトロール二人は。さあ、当たれば1000超えします。当たれば1000超えです。いきます。当たれば1000超えです。せーの、はい、せーの、はい、よいしょあたれば1000超えなんです。マスターダブルスキャンを駆使して火力を上げて、だから、これおしゃれにもつけるともっと偉いことになっちゃいますね。はい。言っちゃうと。
おしゃれ着込みならもっと偉いことになりますよ。もう気持ちいいですよね、ここまで火力が出るとね。はい。痛恨の刺激は夢がある。怪獣刺激をね、魔人斬りは夢があるよ、本当に。さあ、いけるか、さっさかちゃん。必殺、パワースタンプだ。よいしょよいしょ924だって。お続くぜ、この動画。魔王とか関係ないですよ。魔王 ?HP4000? HP5000? うん、知らないですよ。会心の時期で粉砕します、今回は。多分、前回の動画とかやったら、なぎ払うを使ってたと思うんですよ、僕の場合。使いません。そんなものは。男らしくない。いや、もう大魔王の 4200HP があるんですよ。4発当てたら勝てる。4発当てれば勝てるんですよ。マスターダムスキャンは今回、火力全振りです。魔人の斧やギガントドラゴン、怒りの魔人などを使って火力を底上げしてるんで、まあ、とにかく出ます。はい。まあ。別に守備力下がるのも関係ないですよ。そんなん関係ないですよね。守備力下がろうが何しようがね。通行の時期全て粉砕するんで、そんなものは。やられる前にやれってよく言うじゃないですか。やられる前にやるですよ。さあ、今回やっぱり打率が素晴らしい。ボストロールが来ます。まずは痛恨の時期。さあ、当たるか当たるのか当たるのか、よいしょもう一丁さらに、お前はどうだ、お前の打率はどうなってんだ、せーの、はい、よいしょ、集中だ、すげえ、もっと出た、素晴らしい、もうすんばらしいね。ちょっと自分もびっくりなぐらい出てるけどね。素晴らしいね。1000点だって、1000、そんだけ点だったらもう苦労ねえわ。本当に。4桁をポンポンと連発していく。これがモンスターマスターの真髄。ああ、なんということか。俺の普段のチームは何だったのか。今全てが否定されてる気がする。さあ、やってまいりました。大魔王。白目です。なんや、白目か。5900しかねえのか。こんなん5900だったら、通行時期6発だったらこっちだからさ。たかだか5900です。ということはですよ。まあ、6発当てれば勝ちですよ。なんて簡単な話ですかね。もう普段の動画見てる方にはね、申し訳ない。普段ね、ティラさんってね、もっと知的な解説があると思うんですよ。知的な。知的パワーはブレイン。パワーはブレインなんですよ、今日の動画って。うん、とりあえず、はい、貯めるから通行時期行きました。さあ、通行の時期、当たるのか、せーの、いいやん、もういいやん。やだ、止めてくる。これはね、状態異常やばい。あ。どうしよう。いや、まあ、ここでね、テンションバーでいきましょうか。諦めません。最大打点を出すという点では諦めません、僕は。最大打点出しましょう、こうなったら。このターンは、オルゴデミーだって攻撃なんで、基本的に。天地邪法はまあ仕方ない。ここは食らうのは仕方ない。みんなテンション上げていこう。みんなのテンション上げよう。やーんすごい食らってるけど。テンションが上がったのはただ一匹だけなんですけど。テンションが上がったのはただ一匹だけです。困ったもんですね。お、でもテンション上がった、テンション上がった、一撃。さあ、テンション5からの通行の撃、せーの、はい、よいしょ、1140! まだだ、まだ、全然ある、どんどん、ここからどんどんどんでいいのよ。ここからどんどんどんすりゃ勝てますって。見ていってください。食べるから、こっからね、こんな逆転の、こんな HP 差のね、誤差みたいなもんですよ。こんな HP 差誤差ですよ。うん。通行の一撃で全てを解決しますんで。でも、貯めるが消えちゃった。うまいこと。うまいこと貯める消えちまったな。まあ。この通行時期数でも結構出ますからね。せーの、はい、よいしょ、844。もう通行の時期めくりに行きます。この HP 差なんて知ったこっちゃないんですよ。おらこのままどんどん当てていけば勝てる、勝てんのか。俺分かってんだけど、この先の展開読めるよ、俺ちなみに。いや、そんな展開ぶち壊す、その展開をね、ぶち壊してあげましょう。おっと、相手の攻撃ちょっと待って。
避けろ頑張れって言ってこんなんさ、300回やった人の撮る動画じゃないよ、これなに、魔族襲来したの？はい、これは何だったかと言いますと、全部力が上がるおしゃれ着です。意外と見た目がまとまってて面白いんですけどなんか意外と見た目合ってんな。よっしゃ、もうね、一発逆転といえばもうゲームセンター。わかりますよね、私が何をするか。このさっきのチームで何連勝できるか試してみましょう。多分自分のことだからさ、まあ脳筋なこと言ってると思うんですよ。編集大変なんだろうなというわけで、さっきまではつけてなかったんですけど、おしゃれ着今度はつけてみました、大会モードにて。なのでトロルキングの攻撃力がね、えらいことになってますね、これトロルキングの攻撃力はさらにブーストされて、マスタードブーストキャンはそのままなんで、お、いいね、幸先いいよ。ダメージかなり期待できます。正直言うと、ここで通行の息当てればもう本当に2確定まである、確定2発までありえます。もうそれぐらいね、もうカリコに全振りしたんで、おしゃれ着。ただ防御面はもう全然ですねこのように防御面はね、全然となっております。クラウドメージも半端ないですね。はい、まあでもこっちは2発当てれば勝ちですから。相手はなんか7発ぐらい当てないと勝てないんですかね。はい、こっち2発でいいんですよ、楽ですよね。ああ、もうこれダメですよ。ああ、ちょっと待って。さあ、期待のかかる大型新人、トロルキング DLC の刺激から、せーの、いやん当ててくれよ、そこは。さあ、今度はどうだ。いや、まあ、君はね、1000ぐらい出してくれるからね、通行抜き、当たれば開始、通行抜き、せーどうなってんだよ、もう。で、大剣士は貯めるだけでいいです。で、通行抜き切れも、持ってってゲームですよ。大剣士のパワースタンプが、意外と威力低いんで、もう2体に任せましょう、ここは。はい。素直に任せてみようと思います。で、どんどん先制されてね、どんどん切られていくんですけど、まあ、こんなもん誤差ですよ。こんなもん誤差ですよ。一発当てれば勝ちですからね。はい。相手からしたらこれさ、対人でもし来たらさ、恐ろしいことこの上ねえよな。これさ、対人で本当に見たら、恐ろしいことこの上ねえだろう。まあ、トロールキングさえ残ってればね。トロルキングが当ててくればいいんですよね。はい。当たれば大ダメージ、痛恨の一撃。いやひでえな、こりゃ。じゃあ、私はこれ使います。あれ大丈夫かな、てか、そういや、このターンに何使ってくんだっけ。あ、大丈夫。関係ないです。向こうも会心の一撃のロマンに、釣られたようですね。向こうも釣られたようですよ。じゃあ、行きましょう。こちらは無心攻撃を使います。会心の一撃は発生しないですけど、その分通常あたりでも、とんでもないダメージが出るようになる。行こう。真空波、まあ別に。あれ？ちょっと待って、これさ、このままやとさ、いや、大丈夫。ここで通行的にめくります。行きます。めくります。せーの、いやんおお、期待のかかる無心攻撃、通行の一撃行きます。せーの、いやんちょっと。ああやめて、俺たちまだこのゲームやりたいっす。まだこのゲーム続けたいっす。この動画終わりたくないっす。おしゃれ機の通行抜きまだ一回は当ててないっす。当てたいっす、ちょっと。通行抜き当てたいっす。ちょっと、お願いしますって。まだ。トロルキング当てれば終わり。トロルキングさえ当ててくれれば終わるんだ。やめて！おっと！相手の攻撃、避けろ！何がしたかったんや。せめてトロルキング！いいために。
さあ、期待のかかるボストロールです。まず、まずボストロール行きました。まずボストロール行きました。せーの、はい、よいしょさあ、ドロールキング当てたらもうイーサルです、次で。次でトロールキング当てた瞬間、もうリーサルになります、このゲームは。さあ、続いてくれるか。トロールキング続いてくれるでしょうか。いってーな。続いてくれるか、トロールキング。貯めるから、おしゃれ込みのスーパー痛恨の一撃が当たったー気持ちいい。